モロズミユスケは、日本のカーリング選手。2018年ピョンチャンオリンピック男子カーリング日本、代表。弟は同じく、ピョンチャンオリンピック男子カーリング、日本代表のモロズミキミヒロ。長野県北作郡軽井沢町出身。軽井沢中学校1年の時に、軽井沢町で行われた1998年、長野オリンピックカーリング競技の会場内。 飲食店で母が働いていたこともあり、弟と子も供も毎日のように試合を観戦し、カーリングへの興味を持つ。翌1999年には、長岡和と美高ーとと共に SC 軽井沢クラブの前身である、カーリングクラブチーム、アックス設立に関わった。長野県岩村田高等学校、金沢大学教育学部スポーツ科学課程卒業。 2005年に SC 軽井沢クラブを結成すると、日本カーリング選手権、大会5連覇を、はじめ8度の制覇を経験した。世界カーリング選手権で2016年4位2017年7位に入り、2年間の総合成績により2018年ピョンチャンオリンピックに出場した。10月2日、SC 軽井沢クラブより新体制の発表があり、当面所属チームはなく、 来季以降に向けて、新チーム結成を目指すこととなった。2018年12月、女子カーリングチーム、中部電力のコーチに就任、コーチ業と並行して、選手活動も継続していくこととなった。2019年5月、新チーム、TM 軽井沢の発足を発表した。甘いものと日本酒を好む。趣味は漫画を読むこと。 カナダ出身のスキップであるランディ・ファービーに憧れ、彼が取るような攻撃的なカーリングのスタイルを貫いている。グランドスラムワールドカーリングツアーにおける最高峰の大会シリーズである、グランドスラムの成績、ありがとうございます。